州の地が妖者に襲われた時、立花銀千代と立花しかし撤退戦の混乱の中で離れ離れとなり、以後宗茂の行方は妖として俺は死なない。宗茂が残した言葉を信じて銀千代は行方を探し続け、そんな折勝共から高青山に宗茂がいるとの情報がもたらされる。流行る気持ちを押し込む。宗茂様がいるのってまったくフラフラと。銀千代ちゃんって面白いね。心配だと怒って嬉しくても怒るんだね。はいはい、素直じゃないんだから。とにかく宗茂様を探しに行きます。そなたと共にいられ。宗茂、このようなところで何をしている？戻ってくればよいもの。戻れない事情があるのかもしれないわ。とにかくこの辺りを探してみましょう。馬鹿、橘の道を阻むなら切る。あら、銀千代さんたちじゃない。いいこと思いついちゃった。銀千代さん、いいこと教えてあげる。宗茂さんは山頂の砦にいるわよ。今私たちが一生懸命攻めてるとこなの。早く助けに行った方がいいわね。それじゃあ私は忙しいから、じゃあね。宗茂様、無事だって。奴ならば当然だ。さして喜ぶようなことでもない。本当、素直じゃないんだから。とにかく山頂の砦に急ぐぞ。かかったぞ、人間どもを押しつぶせ。なめるな。ええ、軽く蹴散らしてやりましょう。よでしょう、討ち取ったり。
銀千代ならあり得る話だ。だから放っておけない。ダッキー、お前の罠だと知ってもらう。銀千代ちゃん、宗重様が、本当の宗重様がこっちに来るよ。生きていたか、こんなところで何をしている？それはこちらのセリフだ、バカ者。これはお前を助けに。それもこちらのセリフだ、おバカ者。橘の風神と雷神が揃った。これならもう怖いものなしね。ああ、戦場に嵐を起こして。いいだろ、行くぞ。遅れるな、宗重。展開を期待してたんだけどな。橘を侮るな、ダッキー。俺たちはどんな状況でも生き延びる。二人でな。ふっ、ふっと、ふっと。私を誰だと思っているの？また腕を上げたんじゃない？自分のことみたいに嬉しいわ。遊んでる暇はないの。さよなら。助けに来てくれてありがとう。と、ま、お互い無事に再会できたことを今は喜ぶとしようか。もう少しこの世界を見聞したかったが、銀千代に見つかっては雷を落とされる前に合流するとしよう。それが貴様の限界か。こんなこともあるわよ。そっか。